本願寺岐阜別院は、岐阜県岐阜市にある浄土新州本願寺派の寺院である。会期は順序上人。岐阜市には、東西領別院がある。新州大谷派の別院は、新州大谷派岐阜別院。1570年から1590年頃、本願寺十一世、県女商人が、美濃国に潤教の折に、美濃国厚見軍、西野の土豪。 一柳正高が神徒となって帰営する。一柳正高の没後、その墳墓のそばに一時が建立されたことが、始まりと伝えられている。1603年、順序上人が当地を殉教した際に、一柳直盛が、父の一柳正高の異名により申し出、この寺は、本願寺の傍者とされ、寄付ご坊もしくは西の御坊と呼ばれる。 1876年に名称を寄付別院と改められる。本堂は1645年には再建されるが、1713年、全称1720年に再建されるが、1945年7月9日、寄付大空襲により、三門、首郎、共造等を除く本堂などが消失する。現在の本堂は1951年の再建である。 1975年、岐阜市芥見南山三丁目に、岐阜別院芥見県分院が建立される。岐阜バス、市民会館、裁判所前はステーが最寄りである。AB 野田良有、浄土新州本願寺派、弱小山新清史寺、中仙道加納塾。第73号、中仙道加納塾保存会、2019年。 pp2 から3 abc 岐阜市教育委員会事務局社会教育課岐阜市内の指定当文化財一覧岐阜市2019年4月26日ありがとうございます